デミグラスソースみたいな。まあ硫酸やからな、まあ当たってもしょうがないわ。でも大丈夫、何度当たっても俺は蘇る。そう、俺の名前不死鳥。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回バーメイドのまず先を作っていく。で、今回バーメイドの硫酸っていう石を使って遊んでいくんだけど、この衣装の説明文に、彼女は石を金に変える秘訣の背後にあるのが電解液によるペテンであると知っていた。なんかこれ来てんな。これ来てん、もうせっかく人がスクショ撮った紹介文、これ説明文読んでたのに、衣装の硫酸っていうリッパーなら、これも加速使っちゃおっかな。壁抜きで当てられる距離にいるよりもちょっと距離を取って確実に教会の中に行きたいところ。これはもう余裕で間に合うね。てかさ、バーメイドの衣装ってなんか大体今までお酒にちなんだ名前の衣装が結構多かったんだよね。デミグラスソースみたいな、それハンバーグの名前や。全然お酒じゃなかった。だから今回さ、それでなんかこれ刃ないよな。で飛んでと、で、あ、ちょっと待ってよ、今さ攻撃する直前まで刃回復してなかったでしょ。そんなことある？ギリギリもう振る瞬間に回復しとったで今。まあいいや、そんでまあこれで、これ回復してる体力ちゃんと、あ、回復してるよ、よかったな。俺なんかワンチャンその持ってんのお酒じゃなくてさ、硫酸ちゃうかなと思って。それねえ、もう今までだってもうそれお酒の名前だったからさ、硫酸になってもうその箱、その右手に抱えてんのさ、硫酸じゃないかっていう恐怖あったんだけど、全然飲めたね。調合して、これまだ刃ないね。よし、オッケー。感謝リッパーか、ちょっと待って、ちょっと待って、感謝リッパーはちょっとまずいな。これ、待って、ギリギリ、あぶねえ。ああ、よかった。今、一応壁抜きされても、HP がちょっと回復してった状態だったから、まあ、ギリギリセーフなんだけど、ちょっと、感謝危なかったの、ちょっと焦ったの、一瞬。あの感謝だるいな。もう加速も使っちゃったからな、これ。もう頑張るしかない。でもいいよ。HP は1段階もう上げてるよ。さあ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 、一体なぜ硫酸という名前。よし、OK、当てていく。さあ、ここで加速入れて逃げますか。硫酸って名前おもろいよな。今までこの衣装の名前お酒系多かったのに急に硫酸で笑ってしまったもん。ガチャで引いた時からもおもろくて、うん、でなんかこの紹介文をまあ要約すると、なんか電解っていう衣装が、あの囚人のね衣装が同時に実装する、これ撃ってくる強気かわせない。それ当たるか、それ当たるか。まあ硫酸やからな、まあ当たってもしょうがないわ。もう本当に意味わかんないこと言ってるけど今。本当に意味わかんないこと言ってんだけど。でも大丈夫、何度当たっても俺は蘇る。そう、俺の名前不死鳥。あと3秒後に回復します。3、2、1。ちょっと余るんだよね。いいよいいよ。うん、あの刃めっちゃ怖かった今、内心めちゃめちゃ。お、なんかここに地下室あんじゃん、これ覚えとこう。ハチここだよーんって。はい、もう一発受けれるよ。でもね、この辺のね板もうない、この辺の板もないんだよな。どうしたもんかな。一発殴られてからの、いや待って、これあ、え、なんで今板倒し、板倒せなかった今。倒してたら絶対当ててたんだけどな。なんかたまにあんだよな、押したと思ったんだけどみたいな。まあしょうがない、だって硫酸だもん。それはもうしょうがないわ。ここの板は奥のとこまだ使ってなかったから、奥シリーズいきますか。残り3個、意外に、あ、でも 70% が2個あるね。 80% がよいしょ。まあ約4台、うわ危ねえ、約4台分。もうちょい、これここで待機してぬるっといって、おらこれクソせんだよな、これ視界から外れて戻ってくるやつね。まあたまにこれ読まれて、あの引き打ちされてる時もあるんだけど、絶対戻ってくるでしょうみたいな読み合いだよね、そこはね。お、先に行くよって。お、あれなんか気づいたら5台分行ったな。これ何の話してたっけ。俺なんかデミグラスソースって記憶しかないんだけど、ちょっと待って待って、怖い怖い、板結構使ってんだよな。これこの辺で行ったら、あ、さすがに板ラインからずれるか。ワンチャン殴り硬直と板も当てちゃうかなと思ったんだけど。さあ出ようぜ。こっから教会内行って小屋行ってって、まだ俺の方追ってくるんだったらそのルートで時間稼ごうかな。おっと、これは、おお、なんかいないな。しゅ、おっと、これ瞬間移動で多分行くよね。うん、じゃあこっちから出るか。いや待てよ、みんな向こうか。みんな向こうだったらハチからだよ。さっき見つけたハチが役に立つ。これ待って、でも多分間に合わないでしょ。ギリギリいけるんじゃない。いけるね。オッケー。
どうも、というわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。お願いします。いや、俺は1個前の試合でちょっと失態を犯したんだけど、まず酒を作っていく。しっかりカメラ目線にしてね。で、これ鬼ここね、ちょっと待って、ワンチャンね、ファーストチェイス引くポジなんだよな。これは多分後ろ側から追いかけて、今なんか赤い選手映んなかったか。ドクターよね、一瞬ね。芸者だ。でもうこれチェイス始まってるわ今。あそこでやってるわ。あー、なるほど。これ多分だけど小屋ルート来ると思うんだよね。これワンチャン協力してアイコンタクトで板を俺が内側からぶち当てるっていうことできるかもしれない、そのルートだったら。で、何言おうとしたんだっけ最初俺。なんか酒作っていくってなんかちょっと言ったら忘れちゃったんだけどあ、そうだ、ちょっと私ですね、やってしまったことがありまして、ちょっとここで告白したいと思うんですけども、まあ全然衣装見せれてなかったっていう、もう存分に見てほしい、このね、バーメイドの猫ちゃん帽子かぶってるから。これ待って、これこっち来てんじゃない？オーケーオーケー、いいよ。これアイコンタクトからの、まあこれは当たるよね。うん、これは当たるよね。まあもし揺れ確認してたとか、まあ勘のいい人だったら今もしかしたら引き打ちしてくる可能性もあったけど、まあ当たっちゃうよね。で、これね、もうワープ行ったかな今。よいしょ。まあ、とりあえず、あ、閉鎖空間。俺のことは追ってきてないから普通に解読続けちゃおうかな。で、見てよ、この硫酸っていう名前の衣装ね。もう、ネイビー。もう、ネイビー、本当に。もう、それしかない。なんかもう、これ、強いて言うんだったら、この振り返った時に、両サイドから伸びてる白い毛が、これ。カシャカシャ、これね、昔ちょっとおじいちゃんの家で出されたシラスに見えるっていう、それがチンアナゴ、チンアナゴ飼ってますみたいになってますけどね。これ特にね、名前がちょっとインパクトありすぎて、別に服に対してのコメントがちょっと今回ないっていう、珍しいパターンだね。なんかネイビーだねネイビーだねってなっちゃうよね、やっぱね。よいしょ。なんだったら服よりも携帯品のその青白くひ、なんか酒みたいなリキュールみたいなやつの方が目立ってるっていうね、旦那な。おっと、ここ二人でやってんな。二人でやってるから、ちょっと新たなところに旅に出るか。これさ、占い師さっきもし VC 繋いでたらさ、俺がその小屋の中で待機して、芸者引き連れてきたやつに対して、オラっつって板当てて、で、硬直中に占い師に酒をあげて、一緒に逃げるなんていうロマンチックなことできたんじゃないのあれ。VC してないからできないんだけど、そんなこと。できるよね、多分ね、それね。なんか、おしゃんだよね、それできたらね。なんか、バーメイド、刺さったなって感じする。キャラ、そのキャラでしかできない立ち回り、みたいなね。なんか、決まった時気持ちいいけど、このゲーム。うん、で、ちなみに、これちょっとすごい地味に難しいこと今してるんだけど、等倍で、キャラの周りをうろうろするっていう、この感じ、わかる？あ、わかる？うん、これね、結構むずいんですよ、実は。なんか、世界の車窓からみたいな、なんかそんな景色をこう、俯瞰でぐるぐる舐め回すように見せる時のようなアングルね。この等倍速っていうのが難しいんですよ、これ。手ぶれとかやっぱ入っちゃうからね。これをね、ずっと同じ方向にできるやつ、なかなかいないと思う。まあ、ぜひ暇な時にやってみてください。暗号解読してる時なんて本当に暇な時間だと思うんでね。おっと、アングル飛び込んできましたね。私の背中を映してと言わんばかりに祭祀。なんだったらこのバーメイドの衣装よりも、その祭祀の衣装の方が目がいくっていう。やめて主役取るの。私主役なんだけど、一応。で、仲直りを作っていきますよと。はい、オッケー。このね、仲直りを作った後のこの右上を眺めたい気持ちと、あー、危ない危ない、よかった。じゃ、妹で遊びたい気持ちがね、あってね。今一瞬妹開きかけましたけども、ボタンを押した瞬間に殴られたから危ねえっつって。あっと1秒殴られるの遅かったら俺多分妹のとこ見てたわ。で、こんな感じ見た目は。正面から見ると、ね、バーメイドの服はね、だから胸元がこうガバディだから。やっぱガバディだからね、いいよね。で、こういうね、ダンスもかましていって。まあ、気づいたら試合終わってましたけど、あれ？なんか俺何喋ったっけ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。
じゃあな。